皆さんこんにちは、マイニーです。今回はセリアの、アイシングジェル、ミスティックパープル、ダークブラウン、あとは、このアート筆と、これちょっとセリアさんじゃなくてダイソーさんのやつなんですけど、ダイソーさんのシルバーのミラーパウダー、こちらを使ってアートをやっていきたいと思います。ぜひ最後まで見ていただけますと嬉しいです。それではどうぞ。はい、じゃあやっていきます。とりあえずこのアイシングジェルとダークブラウンとパウダーは横っちょにはけておいて、はい、じゃあまずは、ミスティックパープルをワンカラーで塗っていきたいと思います。今回のこのパープルはね、普通に塗るだけなんで、こういう感じのね、パール入りのカラーです。これかわいいな。かわいいよね、この色。これは一応ね、二度塗りをしたいと思います。はい、じゃあ硬化します。はい、二度塗りしました。で、ここでちょっとさっき出すの忘れてたわ。ノンワイプマットコートを用意します。で、ここでノンワイプマットを一旦塗っていきます。まずはこれを全体に塗って全部マットにします。はい、硬化します。はい、マットにしました。マットにしたらこの色めちゃくちゃ可愛いじゃん。可愛い、可愛いね、このマットの色。うわー素敵。はい、ということで次行きます。今度はアイシングジェル、もう全然ないよにダークブラウンを少し混ぜて、それを使ってちょっとね、柄を描いていきたいと思ってます。さあ、ちょっと初めてやるんで、どのぐらいの感じでやればいいのか、ちょっとね、模様を描きたいんで、どんな感じかなーって。で、このブラウンを混ぜるのは、後々、さっきのミラーパウダーを上に重ねて、わわわわわわ、ミラーアートにしたいんですけど、透明、まあ、ミスティックパープル塗ってるから、まあいいかもしれないけど、透明っぽい上にミラーパウダーすると、透明、なんかスケスケのミラーアートみたいな感じになっちゃうので、ちょっとそれを防ぎたいから、濃い色をと思って、ちょっと一旦ブラウンにしてみました。足りないか？足りるか？どうだろう？まあちょっとやってみよう。ちょっと硬そうだから、一回ちょっと温めて柔らかくします。はい、柔らかくしました。じゃあ、アート用の筆で取り、モロッカン柄を描きたいと思います。どこから描こうかな。真ん中から描いていきます。まずは、あ、薄いか？ブラウン混ぜたものの薄いかもな。なるべくちょっとね、細かくなるから、大きめに描いた方がいい？その方が皆さんもやろうと思えるかな。じゃあまずは、このように、中心を取って、この形をまず描きます。まあ私なりの描き方なんでね。で、ここはまっすぐの線を下ろす。大体同じぐらいで。はい。で、こうします。そしたら、膨らませます。あ、違う、膨らませない。これみたいな、これの反対を描くみたいな。意味わかりづらー、私。わかりづらー。まあでも、これを描く。はい、で反対側もだいたい同じぐらいな感じで描く。はい、でここもちょっとまあ見切れるけど、これを描きます。こっちも描きます。で、あとはこれ今描いたでしょ、これを全部描いていくだけなんですね。果たしてなんですが、ちゃんとミラーパウダー綺麗につくかな。意外とちょっとなんだろう、このアイシングジェルってペタペタする気がしません？硬化した後、意外とちょっと多めに、ちょっとライトに当てる時間を長めにしてやったらいいのかな。そしてブラウン混ぜたけど、もうちょっと入れといてもよかったかもな。でもあんまり入れすぎるとこのぷっくり感出せないから、それはそれで難しいんだよね。難しいんだよね。モロッカン柄ってかわいいよな。かわいいよなとか言って、かわいくないですか。さあ、そしたらまたこれを書き出しますよ。
でこういう左右対称の柄って結構難しいですよね、うん、私も難しいと思っている。あ、ここが限界か。こんな感じですね。え、かわいいね。ちょっと一回硬化します。はい、UV と LED 両方私出てるライト使ってるんで、それで30秒今やりました。なんかちょっと寂しいからここにバッテン書いとこう。思いつきです今これは。大きく柄書いたからなんかちょっと寂しい感じになっちゃったからバッテン書いとこうっていう思いつきです。ちょっと待って、余分なとこに。あ、ちょっとあとはバッテン書いたものの太さをちょっと調節して、こんな感じでいいかな。ちょっともう一回硬化します。はい、ちょっと一旦また30秒硬化しました。でパウダーをちょっとつけてみたいと思います。どうなんだろう。取って、ちょっと一応反対側使おうかな。もうなんかこの時点で色味はすごい可愛いんですけどね。ちょっと蓋から取ります。うわ、よさげ。よさげ、よさげ。ちょっとこの模様の上にトン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 。あ、やばい、よさげだわ、これ。うわー、すごい。あれ、こんなについたっけこのパウダー。あれ、なんか私この前試しましたよね、紹介した時に。こんなについたっけか。めちゃくちゃ可愛いんですけど、びっくり。パパ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 で払って払って、ちょっとねギュッてして、あれ普通にピカピカシルバーだね、思ったより。あれかな、カラー汁と混ぜたことが逆に良かったのか。ちょっと待って、はい、ちょっとパウダーが残ったからセロテープで取ろう。あ、でもなんかなんだろう、カラー汁と混ぜたのが良かったのかな。私の爪から剥がれちゃった。なんだろうね、なんだろう、何が良かったんだろう。なんか前試しに私全面にさベース白と黒でやった時ってもうちょっとなんていうの、つぶつぶ感が残った気がするんですけど、逆にあのアイシングジェルが良かったんかな。はい、めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛い。ちょっとこれで一旦トップを塗ります。はい、トップ塗りました。どうですか、めちゃくちゃ可愛い、めちゃくちゃ可愛い。でトップ塗ったので全然ポコポコはしてないけど、アート自体はこうポコポコしてる立体感が残ったままトップできました。やべやべとか言っちゃった。めちゃ可愛い。あれ、思ってたより可愛い。でやっぱりあのこのこれ、このアイシングジェルのまま描いたらいいんじゃないかとも思うかもなんですけど、これは色がなくて透明なので、やっぱ透明で描くこともまあちょっとね見にくい、難しいっていうのもあるし、透明で描いたとしてもパウダーが本当にしっかりくっついてしっかり発色するやつだったらいいんだけど、ちょっと透け感がやっぱ残ったりするパウダーが私の、まあ、今までの経験上多いので、透明、まあ、模様は多分こうやってねつくことができるんですけど、こうやってミラーをね、パウダーをつけることはできるんですけど、やっぱちょっと透けちゃうから、トップ塗った時に多分その光の屈折とかそういう関係でなんかこのぷっくりアートがねなくなっちゃう時があるんです。見えなくなっちゃう、模様が書いてあるのは分かるんだけど、このぷっくり感が分かんなくなっちゃうなって思ったので、描く時もね色がついてた方が描きやすいし、ちょっとこういう濃いめの色、実際描いた時はそんな濃くなかったかもなんですけど、パウダーをこうキュキュってやった後もしっかりなんていうの、しっかりあの立体感があるアートが出来上がるんじゃないかと思います。ちょっと待ってね、ちょっと汚いな。でも私がこう思ってたよりもすごい綺麗にできた、すごい綺麗。あの今回パウダーはシルバーだったんですけど、別にゴールドでもいいと思う、これは。まあ、このベースのカラーもすごい好きだし、このぷくぷくしたミラーの跡も大好き、かわいい。で今回は、まあ、ちょっとねあの大きめに描いてみました。アイシングジェルも、まあ、ちょっと固めなので細かい跡ね、ちょっと操作しづらい時もあるので、大きめに描いた方があの描きやすいし、あと自分でもしやる場合はね、あんまり細かく描くと結構時間かかるので大きめに描くのがいいんじゃないでしょうか。かわいいね。はい、でまあ、今回は私はあのベースはこれね、
ミスティックパープル、ちょっとパール感のあるカラーにダークブラウンとアイシングジェル混ぜてシルバーのパウダーをつけましたが、何でもいいよね、色ベース何でも合うと思うわ。かわいい。こうやってずっとこうやって見たくなる、見ていたくなる。ぜひ皆さんもお好きなカラーで、お好きな組み合わせで、お好きな感じのミラーアートやってみてください。ということで今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それじゃあバイバーイ。